どもどもこんにちは、けんぴです。はい、何をするんでしょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、ため取ってますね。そうっすね。何本目か理解してます今日。何個目だ、 4つ目ですか。あれ、5つ目なんです。5つ目ですか。すごいですね。ためてますね。はい、頑張ります。はい、というわけで今日も頑張りましょう、引き続き。はい、よろしくお願いします。はい、やっぱ、はい、今の方々の、まあ僕らも含めてですけど、必需品といえば、はい、携帯電話持ってますよね。はい、持ってます。はい、はい、まあ単純に中身見せてもらおうかなと思いました。怖い、怖いですね。ちなみに携帯って、はい、キャリア、どちらのキャリアですか。au の。au。はい。iPhone XR。10R。はい、ですね。はい、うん。アプリって結構使うタイプですか。気になると入れちゃうタイプですね。どんなアプリ入ってます。どんなの入ってるんですかね。うん、いやというのも、先ほどというかですね、さっき撮った、カバンの中の動画であった通り、以前に出したね、入れてほっとくタイプなんで。なるほど。私も覚えてないっていう。ちょっとどんなのがあるのか、はい、画面を見せていただいても。あ、いいですよ。いいですか。7面あるんですけど。あ、じゃあ1面ずつ見ていきましょうか。はい、1面目は全然面白くなくて、ちょっと、ま、はい、こんな感じです。よく使うアプリって何ですか。ここで言うとよく使うアプリは、まあ、写真ホルダーとかですかね。そうですね。特に面白みはないですね、ここは。で、はい、2面目が、はい、こんな感じなんですけど。あ、結構入ってますね。入ってますね。主に、メッセージ系、例えば LINE とか、と私が使ってるのは Discord ってやつ、と、あとは、ね、チャットワークってやつと、まあ、いろんなものを使って、結構会議だったり、はい、させていただいているので、そういうのが入ってますね。はい、あとは、あ、結構漫画読むの好きなんですけど、少年ジャンププラスっていう漫画読むです。合法ですよ。合法です、合法です。ちゃんと。が入ってて、結構これよく使います。あ、漫画好きなんですね。好きです、大好きです。何の漫画好きですか。すごく雑色なんですけど、今読んでるのだと、ゴッドハンドテルとか、結構昔のゴッドハンドテルっていう医療漫画とか、結構昔のやつなんですけど。でもジャンプが入ってるって少年漫画じゃないですか。あ、そうですね。少年ジャンプ系だと、とんかつ DJ あげ太郎とか。ああ、映画にご存知ですか。そうです、そうです。すごい好きで。バクマンとか結構昔のやつ。チェーンソー、あとチェーンソーマンとか、まあ、いろいろ推しの子とか、スパイ&ファミ、まあ、いろいろある。たくさん読んでます。なるほど、はい。少女漫画とか見ないですか。少女漫画全く見ないですね。あ、そうなんだ。はい、見ると、恥ずかしくなっちゃうんですよね。なんで？ちょっと、いや、私そんなあんなキラキラした青春をね、送ったこともないし、なんかね、恥ずかしくなっちゃって、こう、なんだろう、へー、あーみたいな、あー、ダメだーってなるんですよ。なるほど。見れませんって、なんか中身ほとんど男の子なんですね。乙女って言ってくださいよ。乙女です、そうです。男の女とかいて違いますよ。ゲームとかやられるんですか、携帯で。あ、違う面に多分あります。それこそ、じゃあ続いての面、はい、3面目です。3面目、はい、面目がこんな感じで、まあ、一応こう、人に習ってインスタグラムとか入れてみたんですけど、まあね、10ってついてるように全然見ないので、こんな感じで土がどんどん溜まっていきます。なるほど。うん、で、ポケモン GO ですね。ポケモン GO もポケモン GO あります。はい、あとはあれですね、はい、ゲームとか、なんかそういうなんか、うん、SNS 系がそこにまとまってる感じ。まとまってはないです、残念ながら。まとまってはいない。はい、もう散乱してますけれども。なので、ここの面にも漫画系があって、この漫画アップってやつと、漫画ワンっていう、はい、漫画ワンってやつはサンデー系の、漫画が入ってるんですけど、まあ、そんな感じでいろんな漫画アプリ入れてます。じゃあちょっとそのさらに進めていただいて。あ、はい、はい、4面目ですか、次。そうですね、はい、4面目ですか。4面目は、まあ、こんな感じで、また漫画アプリピッコマっていうのが読め目。めちゃくちゃいろんなところで漫画見てます。めっちゃ見てます。漫画好き、本当に好きなんですよ。はい、アベマ TV とかも入ってます。
ですね。あ、アベマも入ってます。よく見るんですか、アベマ。アベマ最近は見てないですね、ちょっと時間がなくて。そうなんだ。あとさっきの面にネットフリックスとかも実は入って、ネットフリも入ってたんだ。一応入ってるけど、うん、まあなんか一応入れてるだけです。なるほど。あんま見ないですか、ネットフリとか。そうですね、あの、うん、ただ時々謎解き企画が時々やってるので、その時だけ謎解きが絡んでくるんですねそうです、その時だけ見てます。へ、あとはまあなんかアモングアスっていう、これもゲームなんですけど、最近流行りだした、まあ、人狼に近いゲームで。そうですね、宇宙船ですか、うん、に、まあ、何かが乗ってるっていう中で、まあ、何かが人狼サイトで何かが人間サイトで、うん、人狼と違うのは単性じゃなくて、いつでも、うん、まあ、ある意味殺せる。へ、だから見つからないようにですね、こう二人っきりになった時に人間サイトと、まあ、そういう殺してみたいな、バレないようにみたいな、そういうゲームなんですけど。そういうのもやられるんですね。このアモングアスに関しては、うん、何か実際に何だっけかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、友達とつながってやんないといけないですよ、うん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 、で私友達がいないので、うん、一回もやったことない友達いないんすか。いない、いや、いないですあれ、意外と陰キャ。いや、どうでしょう。まあこれはね、あのチャンネルをいろいろおいおい見ていけばなんかいろいろ出てくるんでしょうね。わかると思います。なるほど、わ、はい、かりました。はい、じゃあちょっとあまり暗い話題になるのも嫌なので、あの5面目に行きましょう。あ、はい、行きましょう。はい、5面目。だんだん少なくなってきて。このゴロゴアっていう、これパズルアプリですね。パズルアプリ、うん、面白いので、よければすごい 絵とかがすごく綺麗で、ちょっと有料のアプリなんですけど、うん、人からお勧めされてやったパズルアプリとか、うん、はい、昔私意識高かったので、うん、花の日っていうアプリで、うん、これって、まあ、これもちょっとお金がかかっちゃうんですけど、うん、月額2000円しないかな、で2000円しません1000いくらなんですけど、で毎日お花をお花屋さんで1本もらえるっていう、うん、めちゃくちゃ素敵なですね、ほう、あのアプリがあるんですよ、はい、私は昔なんかこう、まあ、一人ぼっちなので一人暮らしで悲しいから、うん、っていうのと、あと運動不足ですね、かなり、はい、ずっとパソコンで作ってるので、はい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 、を解消するべくお花屋さんまで歩こうと思ってですね、はいはいはい、まあ、契約したんですけど、うん、まあ、10日ぐらいで続かなかった。それ月額払わなくて毎日花屋に1本買いに行けばいいだけの話なんじゃないですか。いや、そうなんですけど、ただこのなんだろう、ランダム感というか、お花屋さんが選んでくださるんですよ、はい、あ、なるほど。そうか、お花って1本、うん、結構高かったりするんですか。そうですね、はい、なので、まあ、あとはそのランダム性っていうのが面白くってですね、うんうんうん、それでやったんですけど、はい、まあ始めた時期があと初夏だったのも悪かったですね。外に出るのがまずだるいって。なるほど中にいたいってことで、も10日も続かなかった、はい、はい、以上です、はい、すぐに退会してくださいお金がもったいないです。本当ですね。で、次の面が一番多分面白くなくて、次6面目ですか。で、6面目です、はい、で、それがまあなんか何ですか、ツイキャスとかズーム、あ、ここもツイキャスいくつかあるんですけど、ズーム、ね、はいはいはい、ズームとか、うん、まあ、あとはこうフォーカスっていう、これも写真を加工するアプリで、うん、めちゃくちゃすごくって、うん、あの写真の後ろとかだけをぼかすことができるアプリ、はい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 、めちゃくちゃよく使いました、はい、とかね。結構女の子にはあれですか、ポピュラーな。どうなんですかね、これもそのカメラマンさんから教えていただいたんですよ、うんうんうん、ちょっといろいろお世話になった、はい、これも重宝しましたね。なるほど、そんなもんかな、はい、あ、最後、最後がこの結構あのトゥーンブラストっていう、トゥーンブラスト、これクマ、クマがいるアプリ、はいはいはい、これがすごい好きで、はい、パズルゲームなんですけど、これもパズルゲーム多いなはい、暇つぶせで、これ多分一番やってるゲーム、これもでもまあ一回飽きてやめたりしてたんですけど、はい、今何レベルだろう、1316レベルですね。それってすごい方なんですか。1面終わると1レベル上がるので1316レベルだってことですね、むちゃくちゃやってるじゃないですか。そう、1316なんかやってたら一回やめたんですけどね、キリないなと思って、課金しに来てるな、課金させに来てるなと思って、やだなって思ってたんですけど。どれくらいの期間で1000超えたんですか。あ、でもそうですね、どのくらいだ、半年ぐらいですかね。それでも、うん、すごい見ちゃってます。このアプリと、あとその漫画アプリをいくつもこう、うんうんうん、行くみたいな。なるほどね、それが結構暇つぶしですか、ね、
で、あとは、うん、まあそれこそ、まあ、一応コロナ対策のアプリだったり、ココアでしたっけ、ココアで、そうです、そうですとか、まあで最後の最後のこの、うん、みんなの謎解きっていう謎解きアプリ1個だけ入れてるんですけど、うん、これは、うん、いろんな人が自分の名前を語って、うん、1枚謎、いわゆるこう、まあ今夜は謎トレとかそういう番組で出してあるような一枚謎って言われる謎解きをみんなが出す、投稿する、でそれを解くこともできるっていう、みんなで謎解きを盛り上げようってアプリなんですけど、それを静かに粛々と解くっていうことを普段してますね。はい、でこういうところを見てると結構、それこそ、まあ、私も今は学生ですけど、うん、あの中学生とか高校生の方でもすごい頑張って作ってる方もいて、なんか私も元気もらえるんですよ。中学生とか高校生が作ってんの？はい、あ、作ってます、作ってます。今流行っててすごく。そうなんですよ。へー。私も一回なんだ、まあ、とある、まあ、雑誌、小学館様の雑誌の、うん、謎解き制作依頼いただいたことがあって、うん、その時に、うん、なんかお便りが小学生たちから届いて、なんか僕も謎を作ったので添削してくださいみたいな、はがきが、まあ、私たちのもとに、あ、何枚だっけかな、時3、40枚ぐらい来てて、いや、全国からこんなに謎を小学生が作るんだなって、なんか不思議なのと、まあ、嬉しいのとありましたけどね。すごい流行ってて、そのぐらいには。なんかこの、ね、チャンネルにもなんかいろんなもの届くようになったりとかしたら面白いですね。そしたら嬉しいです ねコメントから始まってね、どっかなんかその、うん、それこそなんかイベントみたいなことも本当ちっちゃいものでもやりたいですよね。なんかみんなでね。そうですね、もう最終的には、はい、ね、考えたいですね。なるほどね。もうちょっと話がそれましたけど、いえいえ、今日はあの携帯のお話でございます。はい、怖いですね。ちなみにちょっとはい、シャメのアルバムいろいろ見せてもらってもいいですか？シャメですか？シャメどんなの普段持ってるんですか？どんなんでしょうね、ちょっと怖いですけど、アルバムなんですけど、うん、よいしょ、まあこんな感じで結構自撮りがね普段は多いのと、あと食べ物系が多いんですけど、うん、そうですね、なんかなんかちょっと一個一個大きくしてみましょうよ。あ、本当ですか？どんなの撮ってんだろう。今日食べたのが明太子のパスタ。あ、豆にちゃんと撮ってんすね。あ、そうですね、はい、今日食べたものまでちゃんと撮ってんすね。あ、撮ってます、撮ってます。今日明太子パスタ食べたんですか？うん、美味しかったですとか、はい、昨日の夜食べたのが、うんうん、このなんだっけかな、新宿のおかかだっけかなっていう、しゃぶしゃぶ屋さんで、なんか冷やしトマトとチーズなんちゃらみたいな。いや、ちょっと女子じゃないですか。女子ですね。ね、はい、ありがとうございます。ちょっとまあこれ会議、まあ、謎解きの会議があったんでそこで行ったり、これはちょっとなんだっけ、いちごなんですけど、はい、これは一昨日かな、うん、の夜に行ったスイーツパラダイスの、はい、あの野菜取ってないなと思ったので、うん、いちご食べ放題コースにして。いちごは野菜ですか？野菜ですよ。野菜ですかね野菜ですよみたいな感じで、いちごがすごい好きなんで。あ、いちご好きなんですか？好きです。へー。あとは、ミスコンの時のその打ち上げで行った肉。ちょっとめっちゃいいもん食ってますね、基本的に肉すごくない？みたいな。いや、直近はね直近はいいもの食べてますけど、あの普段はその500円ワンプレート500円の早稲田の近くでもぞもぞと、うん、であとはケーキとかね。ケーキ、甘いもの好きですか？好きです。あのいちごも好きなので絶対ショートケーキです。あ、なるほど。そうです。でポケモンが好きなのでポケモンに囲まれて、はいはい、トゲピーちゃんとマリルリーちゃん一緒に映り込んでるんですね。そうです。なるほど。お皿もこれは家にある、うん、ポケモンのお皿ですね。ああ、見ると分かるんですけど。ああ、すげえ、もう食い物とポケモンしかないですあとは、うん、ではあ、ポケモンの映画に行った時の写真ですねとか、はい、あとポケモンだ、あのポケモンの映画にいた時に、はい、ポケモン GO でこういう風に撮れるんですよ、ポケモンと一緒に。お、映画館に来たよみたいな感じで撮ったり、なんかよくわかんない、トゲピーが好きすぎてトゲピーの素材素材を集めるのが好きで、はい、トゲピー、昔はね、こうアニメポケモンに結構この私の好きなトゲピーちゃんすごい出てたんですけど、はい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 、今あんま出ない。なるほどね。
ですよ。だから昔のアニメを全部遡ってですね、うん、これは悪いトゲピー、あのそろそろ自撮りの写真とか本当にないんすよね。ポケモンばっかりなんです。ポケモンと食い物しか見てないあじゃあ最後にこのポケモンのカプチーノ、可愛くないですか？可愛いっす、はい可愛いですけど、すごくね、3D ラテアートって言って、はい、原宿で、はいはい、やってて、はい、何でも作ってくれるって言ってたのでポケモン頼みました。なるほど、はい、みたいな、はい、でもこんな感じでなんか一緒に、あ、ちゃんとそういうのも一応と友達と行ったんで。それ、けんぴちゃんですか？お年です。あ、なんかイメージ違いますね。あ、本当ですか？うん、なんかとかこんな感じで。あ、これはなんかまあ、女子会の時だけは、うん、なんか可愛い格好して一応行くよね。やっぱ YouTube だから可愛くないですか、格好は。え、今日なんか分かんない、私の思う YouTuber みたいな格好してきました。なるほどパーカーのイメージがある。なるほど、ね、そう、何ですかこれ、なんか飲み物を飲んでる私です。飲み物、これもイチゴですね。イチゴですね、はい、うん、ブレないですね。すごいね、ずっとイチゴですね。私本当に何か好きだとそれしか飲まない食べないって感じなんですよ。そうなんだ。そうです。あとこれは謎解きにいた時の成功、あのびっくり謎工作室、まあ、これは、はい、歌舞伎町にある、うん、謎解きの場所の、あるんですけど、はい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 、そこの謎解き公演、まあ、60分以内に、うん、例えばこの部屋から脱出しろとか、うんうんうん、爆弾を解除して危機から乗り越えろみたいな、そういう、まあ、リアル脱出ゲームっていうのをやってる場所で、それに参加した時の写真とか、はい、あとは、あ、これは、あ、ポケモンの、うん、ミスタードーナツでですね、ポケモンコラボがあった時の、うん、ドーナツ、はい、はい、ポケモンです。これ、はい、かわいいですね。はい、わかりました。もうあの撮ってもそんなにあんまり変わったら出てきてもないので自撮りがない、結果イチゴとポケモンとうまいもんっていう終わりです。終わりですねすいません、はい、面白みはないんですけど。いや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 、そういうね、あのけんぴちゃんなんですっていうご紹介にはなったかなと思いますんで、はい、あのぜひあの興味を持った方がいらっしゃれば、一緒にご飯食べるときは美味しいものといちごとそうですね、あとは何か遊ぼうかなと思ったらポケモンをキーワードに、ね、そう遊んでいただけると間違いないです。喜びますね。はい、間違いない、はい、というわけでございまして、まあ本日はこの辺にしておきましょうはい、ありがとうございました、はい、ではまたいつかどっかでお会いしましょう。はい、はい、それでは。